ホンダウルトラ G4 のオイルを入れます。ですね、なぜこのオイルを今回選んだかと言いますとですね、インターネットでバイクスクーターのおすすめオイルとかそんな感じで何入れようかなと調べていたら、なんかやたらと G4 評判が良かったんですね。それで私実は前に1回入れたことありまして、 PCX の125に乗ってた時に一度入れたんですけれど、なんかこうエンジン音がうるさくなった気がして、なんかエンジンあまり良くないなーなんてイメージだったんですね、私は。まあ当然そんなことはないんでしょうけど、それで一回使ってから、あのホンダウルトラ S9 とか G3 とかその辺を入れてたんですけれど、なんかネットで調べたらやたらと G4 がいいみたいな感じで出てたんで、で今回 PCX150 に今乗ってるんですけれど、ちょっともう一回挑戦してみようかなと思って今回ウルトラ G4 入れてみることにしました。それで私前にもオイル交換の動画アップしてるんですけど、これ今 PCX なんですけれど、 PCX の場合センタースタンドでオイル交換するよりもサイドスタンドを使ってオイル交換した方がオイルがたくさん抜けるっていうのを伝えたいと思いまして、前に一回あげたんですけれど、カメラの位置が悪くてですね、あまりちょうどいい場面がですね映ってなかったんですね。それで今回はカメラのアングルに気をつけてサイドスタンドでやった方がいっぱい抜けるよっていうところを伝えればなと思ってます。でセンタースタンドでやりますとどうしても位置が悪くてですね、センタースタンドの足が邪魔をしててオイル受けうまく置けないんですね。それでああやってこぼしてしまったんですけど、それですね、今センタースタンドで抜け切ったところですね。このあとこの銀色のお皿を置きましてサイドスタンドというか車体を右に傾けるとオイルがたくさん抜けるんですね。ここからさらにまだ抜けますので、ぜひゆっくり見ていってください。それで、このオイル交換したのはですね、おとといだったかな。昨日ですね、昨日オイル交換をして、で、今日通勤でちょっと片道35キロ、往復70キロの道走ってきたんですけど、本当にエンジン軽いですね、回転が。で、吹き上がりもやっぱり良くなって、で、サラサラしてるんですね、普通のオイルよりも。それで抵抗が少ないと思うんですけど、そのせいだと思いますけど、やたら元気なんでエンジンが、燃費が良くなったとかっていう話もあるんですけど、なんかここまでエンジン元気になっちゃうと回転数上げすぎちゃって、なんかスピード出しすぎて逆に私の場合燃費悪くなりそうな気がしますね。これはそれで、前に交換したときエンジンうるさかったっていうのは今回はなかったですね。もうただ吹き上がりがいいなっていうのと、なんかパワー出てるのかなって感じは確かにしましたね。で、今これ傾けてだいぶ出たと思うんですけど、125とかこれくらいの車体だと斜めにしても怖くないですけど、250とかだと多分怖いと思うんですよね。で、多分他のスクーターでもドレンの位置とかによって傾けたりしたらたくさん出ると思うんですよね。で、これね、これですね、フロントタイヤ上げたらなんかもっと出そうな気もするんですけど、さすがにちょっとそれは怖いのでやらないです。で、結構こんだけ出てるんで、
それで多分 PCX のオイル交換って 800cc とか750とかっていう人もいるし、800ぐらいっていう人もいるんですけど、やっぱり800以上余裕で入っちゃいますね。1缶1リッターの缶で、ちゃんとは測ったことないんですけど、重さからいってこう振ったりしてどんくらい残ってるかなって感じでオイル私は入れるんですけれど、なんかほとんど残んないところまでオイル入ってしまうので、この傾けて抜くのはぜひ皆さん今度やってみてください。あ、でも倒したりしないで気をつけてやってください。本当このウルトラ G4 は評判いいだけのことはありますね。ぜひ皆さん一度入れてみてはいかがでしょうか。概要欄の方にリンク貼っときますので、ぜひ見てください。とにかく G4 はなんかこうサラサラしてますね。あ、私ホンダウルトラ G2 と G4 の粘土のこう違いがこう分かるような動画もアップしてるので、それもぜひ見ていってください。多分先ほどありました銀色のトレーに G2 垂らして、もう1枚の銀色のお皿に G4 垂らして傾けて、これだけ違うよっていうのを多分伝わるとは思うので、粘土の違いなんかがぜひその動画も見ていってください。で、ここからあとはオイル注入ですね。私はノズル、よく1リッター缶買うと蛇腹で向き変わるノズルついてくると思うんですけど、あれでやって何回かこぼしたことありまして、私はこの100円ショップで買ったジョーゴっていうんですかね、これを使って入れてますね。いつもこれ100円ショップで大中小とかなんか入ってて100円で売ってるので、でこのサイズが PCX にはちょうど良かったので毎回これ使ってます。結構今もドロッとしてないで、こうシャバシャバしたこの粘性がないっていうんですかね、こういうのもうなんかこういかにもエンジン回るとき抵抗がなさそうな感じのオイルですよね、これは。で、ああやって振って中身あとどれくらいかなっていつもやってまして、で前回出たホンダウルトラ S9 のちょうど残った缶があるので、これ振った感じと思った感じの重さで G4 の残ってる量比べて、まあ、これくらいだろうなと思って入れてるんですけど、結構入りますね。ほんと 800cc 以上は多分入ってますね。最後あんまり残らないですからね、缶の中に。今回それで、まあ、800ぐらいって聞いてたんで、まあ、あと200残すぐらいの感覚で入れてたんですけど、もう何回も測り直す羽目になりまして、4回目ぐらいでやっとあった感じでしたね、今回。まあ、毎回そうなんですけど。で、まあ、ほとんどこれで一発で、量が合うだろうと思いまして、1回エンジン回してみて、エンジンオイルを回して、でエンジン止めて10分ぐらいして測ってみたんですね、オイル量。そしたら全然少なかったですね。まだ
ダウルトラ G4 ってまともに買うとなんか3000円超えるようなオイルなんですけど、アマゾンとかで買うと本当すごい安く買えるんですね。 S9、 ホンダウルトラ S9 と G3 と G4 どれにしようかなとか迷って、 G4 高いからなーなんて思ってたら、そんな高くないんですねこれ。で、私は1回スクーターとか買うとですね、だいたいもう10年10万キロ乗ろうぐらいの勢いなんで、エンジン大事にしたいのがありまして、オイル交換結構早めにするんですね。だいたい2500から3000でオイル変えるようにしてるんですよね。それでまあ G4 ぐらいの値段だったらそんなに高くないので、まあ2、3000キロごとに入れてみようかなと思います。ただちょっと G4 入れちゃうとどうしてもスピード出しすぎちゃう運転になってしまいますね。これは S9 なんか入れますと本当にエンジン音静かになりまして、なんかこうゆっくり走りたいなっていう感じになりますね。それでこのオイル交換したオイルなんですけど、皆さんどうしてるかと思うんですけど、これスタンドに持ってくと、タダで引き取ってくれるとこほとんどなんで、たまにリッター100円ですなんていうスタンドもありますけど、何件か回れば多分タダで取ってくれるとこあると思うので、流しに捨てたりマンホールの中突っ込んだりとか川に投げ込んだりとかするのはやめましょう。結構橋の上から下見るとオイル缶結構落ちてるんですよね。あれ中身入ってんのかなと思って、ちょっとすごい気になるんで。私の家の近くは3軒回って2軒はもうほんとタダで取ってくれましたね。取ってくれると言ってくれました。で、1軒は100円ですってとこがありまして、で今これが銀色のお皿が傾けて出したオイルですね。でまあ結構そこそこの量なので、まあ、せっかく新しいオイル入れるんですから古いのはなるべく出したいですよね。まあ完璧に出すのは絶対無理なんで、まあそこまで使う人もいないですかね。私はできたら古いオイルいっぱい出して新しいオイルたくさん入れたいですね。私の動画アップしてるの PCX125 とか150関係の動画結構アップしてるので、もしよかったら見ていってください。どうもありがとうございました。